毎年11月15日は七五三です。今週末はお参りに行かれる方も多いのではないでしょうか。では気になるお天気を見ていきたいと思います。13日土曜日のお天気ですが、太平洋側を中心に晴れるところが多くなります。一方で日本海側では寒気の影響が続きます。特に北陸や東北の日本海側を中心に雨の降りやすい天気、一時的な強まりや雷、突風、あられなどにもお気をつけください。では続いて14日日曜日のお天気です。13日に比べますと西日本を中心に晴れるところが多くなっていきそうです。引き続き太平洋側の地域を中心に晴れるところが多くなる見込みです。昼間の時間帯は西日本、東日本で20度前後まで気温の上がるところが多くなりますが、朝晩はぐっと冷え込み一桁という気温のところも多くなっています。一日の体感変化には気をつけてお過ごしください。この先も最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけます。